今回ね、まあこのね、この道、この雰囲気見てくれたら分かる。チャンギさん、地元の水島なんですか？地元は、津良島って言って。ああ、まあでもそうだよね、近いよね。いや、なんか YouTuber で、多分僕からだ。よく来られるんですか？たまに。たまに。このすごい圧倒感が。結構ね、なんかほんま、なんか普通だったら、無敵だよね。ちょっと顔やめてとか。厚さを表現。はい、というわけで今日はね、水島にやってきました。結構ね、でも人が結構いるね。水島に来てるということで、まあ水島といえば、この方が来てます。どうぞ。こんにちは。はい、というわけで今回のスペシャルゲストはこちらの方ですね。ちゃんけブログのちゃんけさんですね。倉敷出身ということで、今日もよろしくお願いします。はい、ちゃんけさんとあるところに行こうかなと。そうですね、僕がね、まあ、家近いとこが、そのお店がね、ゲイルさん前紹介してくださって、僕もねちょっと行きたいと思って、僕ゲイルさんちょっと今日連絡してもらって来て行こうかなと思います。はい、はいはい、というわけでちょっと行きましょうかね。ここ違うか違うか。今回ね、まあこのね、この道、この雰囲気見てくれたら分かるんですけど、倉敷です。倉敷のね、水島地域。はい、まあ僕が住んでる地域は水島っていう地域じゃないんですけど、水島に近いんですよ。まあどっちかって言ったら、倉敷の町に出るかっつったら、やっぱり水島の方が近くて、倉敷だったら、倉敷地区、水島地区、玉島地区、小島地区っていう大きくその部類に分かれてるんですけど、まあ僕の地元で言えば岡山のね、西成と、倉敷の西成と言われている水島ですね。はい、いいですよ、水島臨海鉄道が通ってね、とてもいいとこなんで、はい、今日はねちょっと軽くね、ご飯を食べようかなと思います。じゃあ今回ね、来たお店はこちらになります。はい、 はい、今回来たのはね、韓国料理園ということで、まあね、水島の地元の人はね、知らない人はいません。ちゃんけさんどうですか？はい、今回ね、はい、大丈夫なんですか？ドキュンですかね、はい、今日ドキュンの取材で同級生同級生ですね、ホストとか、まあ、それがイクマとか阿部ちゃんとか来ますかね。阿部さんもあれ、ホストだから来たわけ。ないいや、なんか YouTuber で、ボルーって、ね、多分僕からだ。チャンギさん、地元の水島なんですか？地元は、まあ何ていうんですかね、水島じゃない、まあ、家住んでるの津良島って。ああ、まあでもそうだよね、近いよね。まあ近いですね、歩いて40分ぐらいです。よりも前やけど、ビールしましょうか。ビールで。あ、はじめまして。よく来られるんですか？たまに。たまに。え、これからお仕事前に。あ、じゃないですか。ありがとうございます。また来てください。はい。すみません。お騒がせしました。はい。ごちそうさまです。え、このすごい圧倒感が。結構ね、なんかほんま、なんか普通だったら、無敵だよね。顔やめてとか、写して僕らからしたら、ね、西成みたいな、ね。はい、ここでもほんまに水島って言ったら、まあ、こういうディープな居酒屋もあるんですけど、やっぱ結構ね、昔
昔からやっぱ家族とか水島とかね、いろいろ来てたんで、水島はね、やっぱ故郷ですね、ふるさと。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。いや、もう何年昔、どこにある。まあ僕はラーメンとか来たら、まあこれ取ってで一つ掴んで厚さを表現。この画面撮ってる画面をちょっと前に持ってきて、こんな感じで、で一旦置いて、はい、いただきます。ホルモン、おいしそう、おいしそうでしょ。ゼロサイトね、2から2からですか。いただきます。うん、マジ辛いですか。うま辛、うま辛、辛いけど美味しい。これ。まだ終わってない。終わってんロボ何なの。ちょっとかじったらまだ味が出る感じですよね。スルメみたいな。スルメそれだけ見た目よりそのちょっとかじったらもうもっと味が出るみたいな。だからそのじっくりその見た目は初見はあるんだけど、初見はちょっと可愛いけど、もっと柔らかい。お腹いっぱい。食べましたね。飲みましたね。僕はバスは。ありがとうございました。はい、また。はい、また。出した。また、ありがとうございました。はい。出した、また。はい。てな感じで結構安かった。なんか安かった2,000円。てかね、ちょっとね、食いすぎたとかめちゃくちゃ食った結構でそのね、ちぎ鍋とかね、鍋食べた時点でお腹いっぱいだったんですけど、そっからゲースが、ね、ま、麺食べて、そっから雑炊頼んでもう食えんと思ったんやけど、なんか美味しかったで食べた。多分こういう、多分ね、ここのお店行ってたら、ここにいます。でも美味しかった。まだ、ね、縮み欲しいらしいんで、まだ縮み食べようかな。はい。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画を
いいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。